どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さて皆さん、いよいよクラウドファンディング、ガズのウクレレわがままウクレレクラウドファンディング公開まであと2日、あと2日でございます。公開は何回も言っておりますけど6月25日お昼ちょうど正午でございます。そこでイベントページ、レディフォーというサイトの、クラウドファンディングのイベントページがポンと立ち上がります。そこでですね、皆さんお気に入りのウクレレをぜひ、ゲットしてください。まずは100本用意しておりますけれども、はい、でですね、その中で昨日ね、どんなクラウドファンディングの項目、返礼品の項目があるかっていうのを、シェアしたんですよ。その動画中ここに一応貼っておきましょう。その中の1個目玉であります、はい、こちらのコンサートウクレレの今日はいろんなことをご紹介していこうと思います。まずですね、コンサートウクレレって一体なんじゃらほいって方多いと思うんですけど、これ見てください。大きさが違うでしょ。こっちがいつも使ってるソプラノサイズ、これはウクレレでは一番典型的なというか、これがスタンダードとされていると思うんですけれども、これ一回り大きいんですよね。はい、そうすると大きいと何がメリットがあるかというと、まず音量が大きくなるっていうのが1個。あとね、指が太いとか手が大きい人はここちっちゃいと押さえづらいっていう人も多いんで、これコンサートいいと思うんですけど、あと結構コンサートサイズで重要なのはこのネックの長さ、この弦の張ってる長さが長いから音程がすごい安定してるんですよね。長ければ長いほど結構安定きっちりするということですね。なんで、はい、これ響きがねいいです。弦のテンションもこうパシッと張ってあるんでね。またどうですか、だいぶ雰囲気が変わりますね。これは本当にいい音するんですよ。これは、いつも言ってるんですけど、単板です。これ、トップはベトナム産で、ベトナム産の木材で、アカシアコアというふうに言われるものでございましてね。で、この、単板つって、この木を薄く切ってるだけで使っているんですよ。だからすごく音の鳴りがいいです。で、なんですけど、なんていうのかな、いいウクレレの前提として、ここのね、トップ材って、この表面の板が薄いとね、そんだけ音の響きが良くて、いい音だとされております。で、なんですけど、音がいいと言われてる代わりに、この弦がこの、引っ張ってるでしょ？この引っ張って、これをぐっとこっちに引っ張る力が、ものすごいあるらしいんです。噂によると50キロとか70キロが、毎いつも引っ張られてるんで、これがね、木がね、浮かんできちゃうっていうことが起こり得ます。なんで、いいウクレレっていうのは、弾いた後本当は緩めた方がいいと思うんですけど、その場合っていうか、このウクレレはですね、緩めなくてもいいというのはですね、このトップ材をすごく厚く切ってるんですよ。厚みを持たせてるんです。そうするとですね、今までのイメージでは、このトップ材が厚いと音が悪いとされてきたと思うんですけど、最近はそんなことない。この厚さはですね、ギターのマーチン の材の厚さ、ギターと同じ厚さを使っているということで、かなりこれ強度があって、しかもね、リッチなサウンドが奏でられるわけです。これは、このコンサートだけでなく、こっちのソプラノウクレレも、やっぱりちょっとトップ材厚いんですよね。なんで、すごく同じ作りです。ただサイズがアップされて、でも、これはもちろんいい音ですけど、ちょっとこっちのやっぱりね、コロコロした、こじんまりした音。このソプラノウクレレと今比べると、なんとなくこっちの方がやっぱり、こう、張ってるか、こう、響きの、なんていうのかな、ジャンルがちょっと違う感じですよ。両方いい音ですけどね。はい。やっぱこう音量は、こっちの方があると思いますね。なんでまあ、今までずっとソプラノだったという方、もう一本このウクレレを手に入れてもらうのもいいと思うんですけど、このウクレレのいつも言ってる特徴なんですけど、ここをね、フレットが打ってないじゃないですか。ここはですね、ここで弾くのにちょうどいいなっていうことですね。ここほら、ストロークするときにちょうど ここのところでこう弾けるっていうのが売りになっています。ネックの握りはこれはね、これこそね、もう握ってもらいたい皆さんに、まあ、まさにこれこれってやつですね。細すぎてもね、ダメで、本当に心地よい握りで、私はですね、このネックの太さが音にすごく関係するんじゃないかと、もじゃくんといつも話してるんですけど、すごくこれ、研究に研究を重ねて、作っております。はい。で、もちろんブリッジの形は私がデザインしたこの形ね、これオリジナル、はい、フォルム。これがかっこいいです。で、昨日も言ったんですけど、今回のクラウドファンディングでリリースされるこのコンサートウクレレは、全部に、ピックアップがついてます。ピックアップっていうのは、ね、エレキウクレレになるんです。すなわちね。で、ソプラノでもエレキウクレレピックアップ付きのも用意してますよ。なんで、どっちもピックアップ選べるんですけど、コンサートは全部ピックアップ付けました。で、これね、ピックアップも、コンタクト型といってですね、この表面の木材の振動を拾い上げるタイプにしてまして、ここら辺に、
センサーみたいなのをつけてね、でここからジャックのところからブスッと刺すっていう、これはねこのウクレレはサンプルでできたものなんでまだついてないんですけど、その後はそのピックアップを今つけてる工程に進もうとしておりますが、そのピックアップもなんとこのモジャ君の手作りですよ。ピックアップ手作りとかもう本当になんていうか想像絶するような感じですけどね、はい、すごく音がいい。俺僕ベトナムでちょっと試奏してきたんですよ。これはね、良かったですよ、とっても。はい。で、実はですね、クラウドファンディング始まったタイミングを見てですね、モジャ君と一緒に、ベトナムで撮ってきてる動画があるんですよ。工房に行って。その動画もちょっとおいおい公開しようと思うんですけど、今日のところはこの、なんていうかな、このコンサートウクレレの響き、これをちょっとお楽しみいただこうかな。いいですよ、これ。じゃあ、そうだな。あ、今7月6日に行われる、代々木公園で行われる千人ガズレでやる曲、パプリカをちょっと一曲弾いてみましょうか。ワン、ツー、スリー。曲がり、ひねり、はしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び、のばり、日差しの街、誰かが呼んでる、夏が来る、いい音するんですけど、これアルペジオでもね、音が粒立ちがやっぱいいんですよね。なんかこう強弱がすごくつけやすい、優しく弾いてもしっかり音が出る感じですね。このコンサートウクレレのご紹介をちょっとさせていただきました。はい、クラウドファンディング公開まであと2日でございます。皆さんお見逃しなく。6月25日はお昼休み早めに撮ってくださいね。ちょっとこのクラウドファンディング公開をお待ちくださいます。お値段はですね、なんと5万円を切ってお届け。テレビショッピングみたいになっちゃってますけど、このウクレレが皆さんに喜んでいただけるとこんなことが起こります。いろんなこと。最後にはベトナムに工場を作る、それでみんな世界中でこのウクレレを持って音楽を楽しむ人が増えるっていうのがまあ一応目的ですから、そこ大事です。なんで喜んでみんなも喜ぶ、ハッピー、こんな感じがいいと思います。ぜひ皆さんクラウドファンディングご支援よろしくお願いいたします。はいはい。それでは今回のご案内動画これで終わりますけど、まだあと2日ありますね。明日も何か紹介する動画アップロードします。YouTube お待ちください。それでは今回はこれで終わります。コンサートウクレレもよろしく。あ、こっちもよろしく。ソプラノもね。はい。ありがとうございました。さよなら。